知事、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この日、野田総理が訪れたのは岩手県庁。就任以来4度目となる岩手県の被災地訪問を前に、達増知事と懇談しました。被災地から多くのご要望をいただいておりましたグループ補助金については、昨日予備費の活用ということで閣議決定をさせていただいたところでございます。これらを活用して復旧復興の加速化に取り組んでまいりたいと決意をしております。グループ補助金とは、東日本大震災で被災した中小企業などが共同で行う事業を支援する取り組み。この前日におよそ800億円を増額することが決まりました。内外の再生に直結し、また生活の再建にも大きくつながるものとして、大変大きな期待とニーズがございますので、ぜひ速やかに一緒にニーズに応えていくようにしていきたいと思います。懇談後、知事とともに総理が視察したのは、そのグループ補助金を活用して店舗の修復や地域の再生に取り組む商店街。震災後、これまでに4回の復興市を行うなど、地域一丸となって再建に努めてきました。さらに、商店街レッドカーペット、これ結構面白かったんですよ。商店街の真ん中にレッドカーペットを敷きまして、そのカーペットの上を歩いたのは、成人式を迎える新成人の方々。この他にも、震災を受けて祝い事を自粛した方のために、結婚や出産、還暦を迎えた方も。ここをですね、みんなで歩きました。それは震災前はそういうイベントはなかった。震災後です。みんなが知恵出すように、はい、はい、そうです、はい、でやはりこの地域の、絆と言いますか、そこを、高めるということで、この商店街だからこそできるかな、このイベントはということで。さらに総理はもう一箇所、グループ補助金で再建した水産会社を訪問しました。家もない、何もない、それで金も借りれないみたいな感じで、本当に辛い日々だったんですけども、自分たちの背中を後押ししてくれるもんだったんで、本当に力になりました。まだまだいろいろあるかもしれませんが、頑張っていきましょう。こういう効果のある事業というものは、しっかりとですね、これからも継続すべきということを実感することができました。今回の視察はグループ補助金についてだけではありません。宮古市内で最も甚大な被害を受けた田老地区では、犠牲になられた方々に黙祷。新たな防潮堤や高台移転の取り組みについて説明を受け、その後、災害廃棄物を処理する施設を訪問。復興資材として再生利用する作業を視察しました。さらに、今も仮設住宅で暮らす方々との意見交換。一日も早く恒久的な住宅にお住まいいただけるようにするということが、一番の目標だというふうに思います。ここの地区は高齢者が多くて、年金生活者が多いわけです。造成 その土地賠償の負担と、自宅建築 の建設の仕様となれば、大変な額になるものですから。重要な課題として、今日はところから受け止めさせていただきたいと思います。まもなく受験の時期ですが、子どもたちの自習できるような環境を作ったらどうかというようなお話がございました。そういうさまざまな声に耳を傾けながら、被災地に寄り添いながら、復旧復興策を講じていくというのが基本姿勢に